お疲れちゃんです。ロットです。今日ですね、先日ねバランス調整があったんですけど、まあ12枚ね修正があって、そのうちのね1枚のマスケに注目して、はい、やっていきたいと思います。さあ、ということでマスケはね、攻撃速度が 9% 強化されたんですけど、これいるって思うんですよ。マジでマスケ自体別に弱くはなかったじゃないですか。そう、めちゃくちゃ万能なカードで強かったのに、さらにちょっと強化されたんでね、まあ着衣が強すぎて目立ってなかったっていうのが多分あると思うんですけど、まあほんとそれだけだと思います、理由はね。でまあマスケといえば 2.6 ホグだったり、あとは高回転のバルーンだったり、まあいろんなデッキ入ってくると思うんですけど、今日はですねこちらメガライトオールブレイカーでやっていきたいと思います。はい、僕がただただ好きなデッキですね。まあここ最近だとね、このマスケが圧着になってたりしたんですけど、まあマスケマジで強いと思うんですよ。本当に使い得かよっていうぐらい、本当はマスケを今までずっと使ってた方ならよりわかると思うんですけど、すごい攻撃速度速くなってるんで、まあマスケいれば大抵何でも守れるよねということで、さあやっていきましょう。まだね、ある程度マスケ入れのデッキって高回転のデッキが多いんですよ。そうだから、ほんと高回転でこの強化されたマスケを出されると、なかなか突破とかもね難しくなってきますよね。さあ、いやーなんかやだ、ちょっと待って。さあ、ホグバレルがいきなり来ちゃう。まあ、これはさすがにディガーぐらい行っていいでしょ。カウンターどこでしょ、頼む、カッツンパーン。あ、なんかザップのエイムが悪いです。今日は言うの追加もしたくなっちゃう。おー、ナイト、スケアミ、ギャング、バレル、超こかっ、お、なんか消えたぞ。見えなかった。イチゴスっぽいっすよね、でも。さあ、というわけで、マスケはちょっとね、見てほしいな。本当に攻撃速度すごい速いんですよ。いや、十分強かったと思うんだけどな。なんかだってさ、マスケを強化するぐらいなら、なんかもうちょっと他いないっすか？ネクロとかウィザードとか、え、許可されたらやばいか。あの、なんかいねえのかな、他にこのカード強化した方がいいんじゃないのみたいな、なんかない、意外と、なんか意外と、なんかここ最近で言うとどのカードもなんかね使われてるんですよね。そう、このカードだけ全然使われないやみたいなのがあんまないんですよ。結構ねいいバランスされてんすよね、クラロは。さあ、マスケ、うい、一発入れてく。でも、もう次の打とうとしてましたからね、あの子。さあ、後ろからユニット出して、まあ、ホグバレルか。まあ、バレル、ちょっとめんどくさいっすよね、僕からしたら。で、これはギャングとかで受けてくるんでしょうか。まあ、ないともいたしな。いや、マスケでなんか、ちょっかい出したくなるな。でも、これ、プリンスギガ、うい。あいつ、早いね、回転。マスケね、しっかり仕事して、 いいよ、いや働くね。いや、これ結構早いですからね。まあ分かんない方もいるかもしれないですけど、結構早くなってます本当に。いや、マスケ残るね、ケツメガしちゃおう。ヤンキーぐらいホグバレルきますこれ。まあ、しかしカウンターね、カウンタープランインフェが厄介ですけど、まあ、ザップもある。ザップでもインフェに使いたくねえな。よいしょ。さあ、スケアミにザップ打ちたい。ほら、で、U の追加して、ほら、いけいけいけ、レッツゴー、これは入るやろ。ディガーも、両サイ、ポキポキゲーミング、レッツ。OK。マスケがね、しっかりね、早いですから。わかんない人はね、なんだこっちゃってなるかもしれないですけど、早いですから、このマスケ。いや、マジこれ早くない？インフェ殴る速度、これ。いや、これマジでめっちゃ速くなってんすよ、9% って。いや、これやばいと思うんだけどな。なんか今、着衣がさ、目立ってるからさ、あんま触れられてないかもしれないけど、こやつ危ないっすよ。ガチで。危険っす。指名手配犯っす。いや、本当に、壊れのね、領域に、なんか片足突っ込んでると思うんですよね。さあ、インドラ行ってこい。エレキ、あー、メガナイトとかですかね、インドエレキ。あー、なんか嫌なのが来たっすね。あー、ザップの若さが足りん。これザップ打つ、まあ、いいや、マスケで。よいしょ、マスケに頑張って、もうライン。あれ？なんかめっちゃプリンスのガツン入ってんだけど。
打って。さあ、ホーグ。いやー、まあ、さすがにこれは踏むか。ミニペインドの、ホーグデッキですって、メガナイト、これ入ってますね。確定演出です。来ます。いやー、打ちてーよー。打たんでよかったっす。いやー、待って。なんかなんもねえんだけど。コウモリちゃん？コウモリちゃんでも回すか。よいしょ。いや、マジでもう、真面目に、強化すべきカードはなんだ？あ、小屋だ！ババ小屋とか、ゴブ小屋とかの小屋を強化すべきだ。間違いなくね。まあ、あとは、強化するカードがないなら、もうちょっと全体的に、エリジャイとかさ、その、下方してもよかったんじゃないっていうカードは、ぶっちゃけあるよね。うん。なんかもう今強いカードが多いんですよ。そう、もう形組んだら止まんないみたいな。いやー、もうデッキパー高みたいなのが結構あるんですよね、今、クララに。そう、だから全体的にね、もっと加工しまくってもいいんじゃないとは、ちょっと思いますね。よいしょ。マスケとか強化するぐらいならね。うん。いるってなるじゃん、これの強化。間違いなく。間違いなくいらんやろ、だって。ただただなんかね、2.6 億使い得したみたいな、とこないっすか。まあ、マスキャーな、俺も使うけどさ。さ、なんか、いやー、普通に勝てそうっすね。うん。バランス調整後、グラチャレ、簡単になってる説がある。強い人と当たんない説。謎理論。さあ、レッツゴー。ミニペッカも強化されてるんですね。そういえば忘れてましたけど、ガチで忘れてましたけど、うん、オーケー。いや、まあこのメガネットルーカ本当にデッキパワーありますから、完成されてますからね。なんか最近だとこのユーノがゴーストで使われてたとかもあったんですけど、まあ、僕はユーノが好きなんでね、はい、ちょっと皆さんもこれ使ってみてください。はい、ゲンゲン。てやんでーい。大工のゲンさんやねーい。さあ、オールブレイカー。ゲンちゃんね。ああ、着衣に対してマスケどうなんだろうな。射程勝ちできるけどな。ここで雪玉とかあると熱いのかもね。あれ？圧着衣スキル使われない事件。そしてゴーストなので、まあ、メガラムだったりが濃くなってくるかな。ピッカでした。残念ながら。全然メガラムじゃないです、この人。ピッカでした。で、ピッカの受けは2パターンあって、こうやって、まあ、マスケからとかプリンスからのメガナイト踏みで耐えるパターンと、まあ、遠距離マスケで、ウォールブレイカーでピッカを後ろに下げていくパターンですね。そうすると、オールブレイカーで攻めつつ、相手のペッカーを受けれるんで、めちゃくちゃいい受けになるんですよ。けど、まあ今は、たまたまそういうのができなかったですけどね。そうそう、後ろにエレキとか来ちゃうとね、オールブレイカー作りもやりにくいですから。さあ、ペッカー着衣か。小ジョブバンドかな。うん。さあ、オールブレイカー。これさ、ユーノバグ怖くね？いや、でもやばいんだよな、これ。あー、俺の言うのだけ負けるやつね、マジで。いや、そうなんすね。これね、しゃあない。ザップ打っとけよかったな。さすがにプってくるもんな、みんな。さあ、プリンス。これでも、全然戦えますよね。まあ、着衣めんどっちいねー、ぐらい。ザップ使ったな。まあ、でもエレキがあるもんな。まあ、おとなしく言って、勝つん？カッツン熱い熱い熱い、あれ踏めるんで、おとなしく言って踏んで、いや、踏む必要ねえかな。まあ、踏み毒みたいなとこある。で、ウォルベルカまで行って、これだってウォルベルカ入るじゃないですか。あれ？おい。よし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 。あと回転早いので、僕のこのね、マスケ、コウモリ、ウォルブレイカーあたりをね、うまいこと使うのがいいですね。ここがね、いいんですよ。これ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 。フィーバー！オーケー。
マーチャクイちょっとめんどくさいな。マスク欲しくなっちゃうな俺。てか相手なんかラムとかさ、工場とか入ってない系男子パターン、もしかして入ってない系女子じゃないこれ。さあ回転で攻めていきましょう。意外と相手きつい顔してるね。やべくちゃめりそう。へいっへいっ。さあこれ逆サイ工場ぶん投げてこないと相手終わるっすよこれ結構。よいしょ。さあ自然と気づけばカウンターフルコース、いってらっしゃい、見てらっしゃい、ユーノ追加でいきましょう。いやうまい、ユーノ結構うまい。いやできてないんかいとか言って、ジャンピン、ウォルレクスがしたいんだけどな、したいんだけどなんかしにくかったな。オッケー。さあ600。いやプリンスが強いんだよな。あそういえばプリンス飛べるようになったの知ってました皆さん。いや知ってるな、さすがにダクプリが飛べるんだからプリンスも飛べるでしょって話を、ちょっとこの後見せたいと思います。プリンス飛んでなんぼやろっていう。さあザップって、いやいいザッパー、まあ、マスクはもちろん低めだったな。ウォールブレイクが受けてきたんですけど、これ見てください、いきます、ぴょーん、うえーかわいい、はいそれだけ、はいそれだけだけど強い、ナイス、オッケー。いやいいぴょんだ。さあ間もこのプリンスのジャンプにねビビり散らかしてましたね。ぬすう。まあそんなわけで気づけばあれまあいけちゃいますよこれは。マスケ多分ね今のとかもう気づかないんだね。ペッカを今までより溶かしてるんですよね。そういや攻撃速度なんか他のキャラってミニペとかあんま分かんないんですよ。 6% かな攻撃速度上がってたんですけど、あんま分かんないんですよ。あれミニペ殴るの早くなったのぐらいの感覚なんですけど、マスケって見て分かるんですよ一目で、うわ早くなっとるって。それがねまあ明らかなこのね強くなってるじゃんっていうやつっすよね。見て明らかに違うかどうかっていう。なんかジャイとかも使ってて明らかに残るんですよあの子。これドリルか遅えな。ちょっとなんか HP 今までよりすげえ多くねっていう、なんかえこんな残ったっけみたいなのになるんですよね。ミニペとか気づかないからなマジで。うん、えこれなんか変わってんのみたいな、そう、まあ、そういう部分っすよね。さあこれはウォールブレイクゴブドリーっすね。ダックピリアルター使ったけど、まあメガナイトプリンス組めたらこれ相手終わりそうっすけどね。あとこれ今プリンス受けもないのでプリンスで受けてあげてこれ流すだけで、まあバルキリーとかなのかな。ふーん、ああうまいな。オールブレイカー受けですね。ボブ、ボブちゃん。さあマスケ早いんだよ攻撃速度がよ、ガチで。さあやりすぎでいきましょうか。これコウモリいらんかったかな。まあまあいやこれ勝ちたいな普通に。相手俺のコウモリもきついんですよ。ファイスピーしかないんで、ファイスピーなんかねええ感じに倒せたら余裕で勝てそうです。であとはまあマジでマスケも強いな。ファイボーしかないから、ファイブウッドとかじゃないからね。うん、あこれ見て見てこれよ強くなった部分なんか笑っちまうな。ナイス。いやでも相手結構丁寧タイプの人間ですねこれ。ケツメガやっちゃう？形組んじゃいます。メガナイトピース組んで、いやこれ逆サイ組んな。うん、いやうまいな受けが。さてはさては、お主うまいな。
ね、うまいよね。鬼の鉄壁だ。ちょっと待ってよ、集中。これあれっすね、僕が削ろうとすると多分勝てないので、相手のダメージ入れないように立ち回ります。いや、うまい、ガチでうまい。まあでも俺もうまいっすからね、そこに対してどう戦ってくるかっていう。うん、オーケー、いいよ、マスケ稼いで。さあザップ、こっちが攻めよう攻めようじゃなくて、相手のダメージを入れない入れないに戦っていくと、こっからはね、相手きついんじゃないですか。いや、このマスケじゃん、メガナイトケツ、おう見慣れなさすぎてちょびっくりしちゃった。さあ、で僕はもう右サイド1点でもいい気がするんだけどな。いや、うまいなマジで、受けがうめえな。やっぱプリンスからでよかったな。いや、でもさすがに勝てると思う。いや、このマジ全てが相手きちいはずなんだよ、ね、こんなに受けてるけど。時間的にも行った方がいいか、ファイブもあるんだね。これ最後攻めて、オーケー、危ねえ。いや、さすがにうまかったな。そんな受けるかっていうぐらい受けてましたね。さあ、まあまあまあ、でも。まあ、でもね、はい。僕の勝ちです。オーケー。さあ、ということで今日はね、メガネトールベカ。まあ、マスケね、はい、使って。んですけど、どうでしたか。マスケでもマジ強いと思うんですよね。そうだから、育ててない方とか、まあ、無課金の人でもすごい本当使いやすい方だと思うので、ちょっとしっかりね、はい、レベル上げて育ててみてください。まあ、このメガネトールベカもね、はい、強いので使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。ではお疲れちゃんでした。まだね。